パートはトランペットで、年齢は今20歳です。で、経験年数は高校でやってる時に3年と遊女に入ってからの3年で、マーチング歴は計6年です。出身は岐阜県の関市というところで、今岐阜に住んでいて、今は大学生をやっていて、愛知県にある大学に通っています。どうやって通ってるんですか、マーチング？マーチングは今車で通ってますね。高速使えたら割と早く1時間くらいで着けるところもあります。遠いところだともっとかかります、ね、移動が大変だと思う。最初本当入団した頃はすごい遠いなと思って朝早くてなんですけど、結構慣れてきたら全然大丈夫になったし、その時間かけてくるだけの楽しさがこの段にはあるので、移動には困ってないですね、はい。入団のきっかけは友達が一般でもマーチング続けようって時に一緒に入ったことがきっかけで、大丈夫です。はい。入る前に不安だったことは、僕はあんまり人見知りなので、もともとの性格がみんなに馴染めるかなって思ったんですけど、パートのみんなとかがこう温かくもてなしてくれたので、すごいすぐ馴染むことができました。この団の魅力は幅広い年齢層がいて、小4から22歳までいるので、いろんな年齢の人とコミュニケーションが取れるのがすごい楽しいし、刺激的な感じがしたので、すごい楽しいです。今高校生で大学生とか、社会人になってもマーチング続けたいなって人は、このトヨタイリュージョンマジックにということをお勧めします。すごい楽しいので待ってます。一緒に入った友達みんな辞めちゃったよ、はい。でも自分は続けてみようと思ったの。そうですね、めちゃくちゃなんかやりたいというかなんかも馴染んじゃったので、やめづらくなった。でもそれだけ馴染んで、はい、楽しめましたね。